せーの。やばい、これ、これ一番やばいでしょ、これ。これが一番やばいでしょ。やばいね。僕より綺麗だ。一番綺麗で、僕も綺麗じゃん。僕はそうだわ。一応僕のこれ動画で。どうもー、妖怪 TV です。こんにちは。ということで本日はですね、また来ちゃったの、このプロの一応ね、バレエダンサーであるんですけれども、先日ね、ネレアさんの笑いイートインザデイやったんですけれども、今日はね、私、笑いイートインザデイ、ちょっと、うるさいかな。でね、まあ、笑いイートインザデイね、結構もう僕もやってきたんですけれども、26歳になってね、ちょっと体の変化が起きまして、というか、人生で初めて脂肪がつきました。で、この前ね、7月に撮った写真がこれです。そう、そして一応4ヶ月経ってこんな感じに、なりました。まあそうでもないんだけど、ネレアさんに比べちゃうと無理だね。いや、顔じゃなくてお腹見てほしい。リズームされて顔、顔なんてないじゃん。顔My face was a little bit like rounded。 こっちの方が可愛いよね。今細すぎる。いや、そうなんだよね。ここがね、ちょっとシャキシャキになっちゃって。いや、そっちの方が。どう開いて、怖っ。まあ、なのでね、今日は、まあ、こう、バレエダンサーとして、まあ、食べ物をどんな風に変えたのかとか、運動をね、どのぐらいやったのかとか、そういうのをちょっとね、今日はシェアしていこうと思います。聞いたわ。あ、聞いた、来て、これ。聞いたはず、キュートベリー。あ、わらしょ。聞いたのなんか可愛い。可愛いな。可愛い。And if I'm losing my mind, did Joseph? Yeah. He was born at 3:40. My gosh. Like water in the pain. It's hard to keep my cool. Knowing I'm your man, so let's spend some time wasting it away. Your love is like music. It looks like a commercial. Yeah. And total is like $100? Yeah. まあ一個一個説明していきます。 This is cookie. This is my first time I bought it. Yeah. In the United States, you can eat and shop at the yes, same time. Well, I don't like to do it, but this was an emergency because you were very hungry. Yes, and this is red meat. I try not to have it too much, but grass fed. So it's good. Grass fed, right? I don't know. No, the chicken don't eat grass. This is $10. It's a little expensive, but it's still better than like cheaper than going to the restaurant, right? Yeah. So this is what we get always. This is pepper. You don't like the orange one. I had more vitamin. これが、champignons. Champignons. Holiday blend. It's gonna smell like Christmas. What? What?I wait, blow wait, it out. Yeah, I'm sorry. This just smells like coffee. Green onion. Scallions. Gatorade. You don't actually drink much. This is a little size Gatorade. I don't drink this, but I just realized that when I sweat a lot, I need. このあのヨガマットなんだけど。聞いた。アーモンド。Vitamin E. And lactose-free milk. For the smoothie.Smoothie, I used to make smoothies. Yeah, and you have to clean it. Yeah. Onion and ajo, avocado. What is this? Ah, I skipped it. Yeah, convenient. まああんまり食べないんだけど、まあとりあえず冷蔵庫の中に。When you have a craving. You never see actually eating ice cream. No, not right. No, you used to eat very often. Yeah. You also used to eat a lot of yogurt.Yogurt. But now you don't need yogurt. Yogurt is not craving, it's just for like health. I was eating.
まあそんな感じでね、まあ体の変化があったんだけれども、なんか私のさ、胸筋鍛えたんだけどさ、消えちゃった。腕だけ太くなってきたね。 I guess I don't need it。 僕と比べるとほら、普通に大きいよね。顔よりでかいよね。ネペソの顔ね。はい、ということでね、今回まあそのダイエット的なね動画をやってみたんですけれども、前回ね、そのネレさんが言ってたのは、誰かに言われてダイエットをするんじゃなくて、受動的じゃなくて能動的にね、まあ、自主的にダイエットをするっていう、その気持ちがね、大事であると。だからこの動画を見てね、なんかちょっと私もなんかやらなきゃいけないみたいな、ハーフみたいな感じでちょっと追い込まれないように、まあちょっとね、なんか参考になれたところだとか、私もこれやってみたいみたいな感じで持ってくれたら、嬉しいかなと思います。あ、そうで、僕ね、もう本当に26歳になって、まあ、ちょっとね、脂肪もついて、一旦脂肪つけて、なんか脂肪、それを筋肉に変えて脂肪落とせばいいんじゃねみたいなね、軽く思ってたんですけども、意外とやっぱり脂肪って落ちないですね。そう、それ知らなかった。まあそれこそ私はあのバレエダンサーだからね、まあ仕事でこう踊ってるから、まあやってるけれども、まあそれこそね、本当に自主的にね痩せたいとか、自主的にランニングしたりとかエクササイズしてる人は、いや本当にすごいと思いました今回。そうですね、それを知れたのもすごい僕的には良かったと思います。でも僕最近あまり筋トレしてない。筋トレしてなくてもさ、バレエやってるから痩せるでしょ、うん、ね。そうだね。そうだから、バレエを一緒にやりましょうというところで、僕たちあのオンラインでレッスン教えてるのでレッスン一緒にやりませんか。それを言いたかったんじゃないよ。違う、宣伝みたいになっちゃう。そんな感じでぜひぜひこの動画、高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ぜひぜひ次の他の動画も見てください。このチャンネルはバレエを広めるを目的に行っております。このめっちゃおもろい動画を見て、もしもバレエをやってみたいと思った方は、山海バレエカンパニーでバレエを習ってみませんか。ぜひ概要欄をご覧ください。それでは。